骨格診断の点脂肪を基準するとどうなるでしょうか。脂肪デザイン部の葛島先生です。本日は骨格診断に基づいた二の腕のタイプ別脂肪計について徹底的にご紹介いたします。実際の症例写真をもとにタイプ別によってどのように変化するのかまでかなり詳しくご紹介しておりますので、ぜひ最後までご視聴ください。骨格診断とは生まれ持った体のラインや質感から最もスタイルが綺麗に見える着こなしを導き出すファッション理論のことです。筋肉とか脂肪のつき方とか関節のつき方から骨格ストレートタイプ、骨格ウェーブタイプ、骨格ナチュラルタイプと3つに分類することができます。身長とか体重、太ってるとか痩せてるとかは全く関係がありません。骨格診断とは普通は自分の体に似合う服の形や素材を決めるのに活用しますが、今回は二の腕に焦点を当てて骨格診断タイプ別二の腕脂肪基準のポイントを実際の症例写真とともに医師の目線で解説していきます。おそらくここまで筋肉のつき方とか脂肪のつき方、骨格の形などを分析して二の腕の脂肪基準をしているドクターは他にいないと思いますので、自分がどの形に当てはまるか想像しながらぜひ最後までご視聴ください。いろいろなデータがありますが、日本人女性はストレートタイプが一番多くて 55%、 次に多いのがウェーブタイプで 34%、 そして最後がナチュラルタイプの 11% となっております。それではタイプ別に解説していきたいと思います。まず一つ目がストレートタイプです。ストレートタイプの方は上半身に重心があるグラマラスな体型です。デコルテや胴回りに厚みがあるのが特徴で、首が短く鎖骨が目立ちにくい人が多いです。ウエストにくびれができにくいのも特徴の一つです。欧米人のようなメリハリボディで体や肌に弾力のある張り感があります。特に二の腕の外側に筋肉の張りがあって、太るときはこの二の腕の外側からお肉がついてきます。ストレートタイプの特徴としては二の腕の外側や腰回りのお肉、そして太ももの前側の張りが気になりやすいです。痩せても貧相にならずに女性らしい体をキープできるのがストレートタイプの魅力です。筋肉も脂肪もつきやすいので、トレーニングをしすぎてしまうと逆にムキッとしてしまいます。自分の気になる部分を適度に引き締めつつ、有酸素運動と食事制限を合わせて行うとスッキリとしたボディを作ることができます。こちらの方は二の腕全周、肩、上背部、腹乳、そしてウエストと腰の脂肪吸引を同時に行いました。上半身全体がスッキリする上半身スッキリセットです。実は痩せたら最強になるのがストレートタイプなんです。今まで筋トレやエクササイズをしてみたけれども、逆に筋肉質になってしまって痩せられなくて悩んでいる方は脂肪吸引するとかなりの変化を期待できると思います。2つ目はウェーブタイプです。ウェーブタイプの方は曲線的なラインが特徴の女性らしい体型です。鎖骨はくっきりして首が長めなタイプです。バストトップは低めで、首から肩にかけて滑らかなラインを描いて、二の腕の下の方が一度へこみます。デコルテや胴回りに厚みがない、上半身は華奢なタイプですが、おへそとか腰の位置は共に低めで下半身に重心があるタイプです。ウェーブタイプの特徴としましては、多少太ったとしても上半身は華奢なままでくびれも残りますので、太ったことが周りにはバレにくいタイプになります。筋肉がつきにくくてお肌が柔らかいのが特徴で、太ってくると二の腕の振り袖部分にお肉がついて揺れます。こちらは二の腕の全周と肩と肩甲骨横の脂肪吸引をしたウェーブタイプの方のビフォーアフターになります。ウェーブタイプは痩せるとより女性らしさを引き出すことができますので、美しいボディラインを作りたい方、振り袖部分のお肉が気になっている方は脂肪吸引するのがおすすめです。3つ目はナチュラルタイプです。ナチュラルタイプは骨のフレーム感がしっかりとしたモデル体型です。もともと太りにくいという人が多いタイプで、肉感はあまりなくて骨や筋肉の感じが目立ちやすいです。肩がしっかりと張っていて幅も広くて鎖骨がくっきりと出ます。体に対して大きめの手足が特徴的で、指の関節も目立ちます。ナチュラルタイプの特徴としては、もともと太りにくいという人が多くて、太っても部分的にではなくて体全体に脂肪がつくので、人間が拡大されるイメージです。骨がしっかりとしている分、太るとがっちりとしてしまいがちにはなります。部分的に太ることがないので、逆に自力で部分痩せするのも難しいんです。痩せるとなると水泳などの全身運動が向いていますが、なかなか続かないですよね。
こちらの方はインフルエンサーのキキマルさんです。二の腕全周肩肩甲骨横の脂肪筋をしました。手術当日の様子は手術1ヶ月目の経過に関しましてはこのチャンネルの他の動画で詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。どんなタイプの洋服でもかっこよく着こなすことができるのがナチュラルタイプの特徴ですので、気になる部分があるけれども自力でなかなか部分痩せすることができない方は脂肪吸収するとさらにモデル体型に近づくことができると思います。皆さんいかがでしたでしょうか。自分がどのタイプの骨格なのか分かると二の腕の脂肪筋をした場合にどのように変化するのかイメージがしやすいと思います。骨格診断では3つのタイプ、ストレートタイプ、ウェーブタイプ、ナチュラルタイプに分類することができますが、ミックス型の人も多いですので骨格診断は大体の分類方法であるっていうふうに頭に入れておいてください。私は毎回お客様一人一人に合わせたオーダーメイドの二の腕の脂肪筋をしております。特に気になる部分を言っていただけましたら、それぞれの骨格に合わせて一番綺麗にデザインをして美しく仕上げますのでお任せください。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録といいねボタンを押して応援をお願いいたします。そして何か質問や疑問がありましたらコメントしていただけるととても嬉しいです。それではまた。